海老沢奈々美の冗談じゃないよレディオ。もう30歳だ、冗談じゃないよ。海老沢奈々美の、あ、草方真美の、溝手健太の冗談じゃないよレディオ。お久しぶりです。久しぶりすぎないですか。お久しぶりです。久しぶりすぎないか。お久しぶりです。ラジオちょこまか公開してるけど全部撮影前に撮ったやつだから、うんうんうん、本当にお久しぶり。お久しぶりです。誰のせいかっていうとね、はい、多分俺のせいなんだよ。でも編集やってくれてないですから、うん、はい、そう、なんかやろうやろうと思って、うん、ゲスト来てくれたし、はい、ちゃんとやってた方がいい、やんないとなと思ってんだけど、うん、ちょっとなんかね、うん、忙しいもん ね、消えたよね。いやいや、ね、消えた。溝って結構波があるから、なんか嘘だよ、すごい力入れてる時ないよ。でもこのラジオちゃんとリスナーの方、うん、そこそこいまして、うん、聞いてますよって、うん、え、言われる。めちゃくちゃ言われる。嘘だ。え、嘘じゃないよ。なんか嘘だよ。だって再生数60回ぐらいしかないんだよ。いや、でも聞いてる。その中に全然知らない人とかがいてくれる、うん、あのラジオは聞いてるからねってすごい言ってくれる人とかいる。本当？うん、え、だし私のおばあちゃんも、うん、ちょっとなんか聞なんかさ、おばあちゃんめっちゃ聞いてるから海老沢さんのことすごい親近感湧いてるっぽいよ、ね、うん、それはでも成功じゃん。嬉しいですね。だって親近感が一番得たいわけ、うん、得たいわけですから、ね、からだし、なんか俳優として行くワークショップとか受けに行くと、はい、ラジオ聞いてますとか全然すごくない知らない人とか言ってくれる。これはすごい。本当にラジオ聞いてますじゃなくても、うん、冗談じゃないよ知ってますとか、うん、結構知らない人が言ってくれて。とりあえず前回撮った時は、撮影前でしたね。はい、そうですね。撮影前、まあギリギリぐらいかな。撮影前、いや前だね。まだ台本書いてたんだ。リハーサル顔合わせが終わった後に収録しましたね、うん、はいはいはい、はい、撮影は始まってない。始まってなかったですね。衣装合わせ、衣装合わせリハーサルの後で、そこからまあ時が経ちまして、うん、もう撮影も終わりまして、はい、本編も、無事に完成しました。完成しました。完成しました。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様でした。撮影を終えての感想を言っていただこうと思いまして、はい、何個かリストアップしておりますので。はい、お願いします、はい、いいですか。はい、じゃあまず大変だったこと何ですか。まあ僕はそうですね、まあ役としてはずっと出ているっていうことがもう当たり前だったので交番全部丸ついてる、うん、海老沢さんがいないシーンないもん。そうそう。あ、結局全日行ってたってこと。もちろんもちろん、うん、全部のシーンにいるの。全部のシーンに出てたんですけど、うん、でもこれは本当に宿命だなと。俳優の。というのも、交番、台本の順々に撮ってないんですよね。スケジュールのことがあるので。めちゃくちゃバラバラに撮った、うん、なので、シーンとかもあるし。若い時、その何年後っていうシーンが出てくるんですけど、はい、もう、おっちゃうじゃん。その日に、行き来して、もう、わかんなくなっちゃうぐらいっていうのがありまして、で、はい、じゃあ次の現場行きますみたいな、うん、もうこれはもう本当インディペンデントのね、映画はもう本当に宿命なんだろうなとは思うんですけども、初めてこれぐらいの長いスパン体験させてもらってすごいありがたかったんですけど、そこがやっぱ一番すっごいなって思いましたね。きつかったというか、なんか体力勝負というか、今どこ次どれなんだみたいな頭の中でね。それもあと本当次行きますぐらいな感じで、あんまり誰も海老沢さんのこと心配せずにどんどんやってまあそれは多分僕のキャラとかもあって、はい、結構体力的にきついことやったと思う。はい、じゃあ次行きます。大丈夫ですか。もう行きますよみたいなあ、はいはいはいみたいな、ボロボロになってる時あった、うんけど、でも、すごく、まあでもきつくなった方が役としても良かった、ね、役としても、うん、割とゾーン入ってました。ちょっと最後、後半にかけてはもう本当にね、あるシーンを終えた後に、僕とその
エダジョーか、うん、主人公エダジョーっていう、もう一度言わせてもらうんですけど、主人公エダジョーって言うんですけど、海老沢七海の中にもエダジョーが入り込んじゃって、これ本当にどういうことかと思うんですけど、どっちか分かんなくなっちゃった時があって、すっごい悲しい気持ちになっちゃって、うん、かわいそうなやつだなって思う自分がいるんですけど、入り込んじゃってるんですよ、うん、で僕めちゃくちゃタコアレルギーなんですよ。で昼飯でエダジョーが入ってるし大丈夫だろうっつって、タコが入ってるサラダ爆食いしちゃったんですよね。なんかそしたらエダジョーだから大丈夫だと思って食ったら、エビさん並みだったんで、めっちゃアレルギー反応出たって、それぐらいゾーン入りましたってぐらい。普通にやめてほしいよね、うん、次のシーンとかで顔腫れたらどうすんのって思う、ね、めちゃめちゃもう今怒られちゃって、いや怒ってなんで食べてんだろうってすごい思いながら、変でも変だったから、うん、っていうのが、まあ、一応すごい体験だった、これがきつかったことになるのかなとは思うんですけども、はい、はい、僕はそんな感じですね。どうですか。まあ、私は一番人間関係、うん、まあ、体力も大変だったけど、思い返すのは全部人間関係、うん、ねえ、そうね、結構ね、大変なとこもあったもんね。なんかこれやりますって、なんか私がこうバーンって言い切ってはいみたいに、うん、ああまあそういう監督さんもいると思うけど、もう私は本当ベテランの人と組ませてもらったから、すごい自分より経験ある人たちと組んでるっていう自覚もめっちゃあったから、これ言っていいのかなとか、なんか私がこれ言ったらめちゃくちゃ何も分かってないやつって思われるんじゃないかみたいな、なんかもう撮影終わって一番思ったのは、もっとスタッフさん全員に心を開けばよかったなって、これは分かんないです、これどうしたらいいですかって、なんか監督がそういうこと言うとみんな不安にさせちゃうかもみたいな思って、言えなかった弱音みたいなのをもっと吐きまくればよかったなって思って、だからそれをこう制御してたことが一番私は辛かったです。抱え込んじゃってたの割と。抱え込ん、まあそうだね、うーんって一人でムーってなってる、でムーってなってるのが一番困るですね、うん、あの人どうしたいんだろうって。でも当時の玉的には、うん、そのあれだよね、この自分の気持ちを相手に伝えて、なんでその人もとなっちゃうの嫌だし、まあ別にキャストに対してはすごい言えてて、いや、あの太田くんとかでも、私あの言うんだけど、元がこんな感じだからすごいニコニコしながら多分強いこととか言ってるから。あ、それ言ってる人いたよ。太田くんにすごいサイコパスみたいなそうすごい怖いって。でそれ俺にもなんか言ってきた人いたな。嘘、他にもいた。いや、なんかタマさんなんか笑いながら、うん、あの結構きついこと言うんで、うん、めちゃくちゃ怖いっすね。タマ的には、うん、多分別にそんなに言ってるつもりないんだけど、うん、そうだ、本当にニコニコしながら、うん、結構なこと言ってくるんで、まあ、そうですね。海老沢さんも怖かった。怖くはないですけど、でも僕に対しては笑顔は全くなく、どうすんの、え、これでやろうとしてる、え、これでやろうとして、これごめんなさいね、営業妨害でちゃ申し訳ないですけど、ね、これでやろうとして、え、本当にそれで考えてきたの、え、じゃあ全然繋がんないよみたいな、分かった分かってる、あーって鼓舞するみたいな。で僕は怖とかじゃなくて、なんかその方が僕はなんかね、いいものができるのであればって思うんですけど、笑顔は僕にはないですよ、うん、でも全然いいっす。笑顔はなかった。めちゃくちゃ覚えてる、そんなこと言ったことも、うんうん、本当にこれでいいこと思ってんの、うん、バーッ、そういう感じ、バーってきてねえねえ、マジで本当にやばいやばいやばい怖っ。あ、俺その方が怖いかも。でもその時、その時具体的なこと言えよって感じ。その時もう環境も環境で、うん、寝てなかったよね。超寝てないし超寒くてもう本当本当に、え、だし取りこぼしてて、うん、そのやつをどう埋めるかみたいなストレスもあったし、あ、それね、俺はあの、うん、本当寒い外のシーンで、うん、寒かったね、もう凍えて、話は分かってるんだけど体がなんか反応しないというか、うん、脳と体がもういいわやっ、なんて感情はなんかこうなんだけど体がカッチカチになってるの、寒くて、うん、っていうのでなんかうーっていう感じだった。でもそうだね、うん、自然の気象には勝てないですもん、本当に。寝ないとダメ人間、寝ないとダメだし、
あとすっごい寝てない時に10分とか5分とか寝るとなんか余計にやばくならない？え、でもそれ人に言うんじゃない？なんかさ、うん、俺5分だけ寝りゃいけるっすみたいな人いるじゃん。あ、確かに。俺もあれ全然理解できない、ね、私もそう寝てなくて、でなんかあのバスの中で10分ぐらい移動時間に寝て起きた時の気分が最悪なんかもう全部悪夢みたいな。ちょっと待って、こっからそんなこと言ってると、あの今後下の人たち映画撮らなくなる。そんなきついの嫌だってなるぞ。いや、きついよね。きつかった。なんか10分ぐらいの短編にしとこってなるよ。いやいや、そんなん超えてくるよ、若い人たちは。そういうことがあるってことなんで、まあ、そのスタッフの方々にもそうだし、キャストの方、他のいろんな制作の方々にも、すごいそれぐらい過酷なスケジュール感で、あのこの映画に参加してくれたってこと本当に感謝してますし、うん、大丈夫なのかな今そんなで撮ったってあんま良くないのか良くないよね多分このご時世、うん、このご時世良くないいいんじゃないでもなんかあの数時間撮ってほぼ撮影になってしまってねそうだねそうそうそう、うん、天気がねその雨が続いちゃってめちゃくちゃ 2、3日そうとかじゃなくて、うん、やっぱ天候には勝てないんで、うん、あちゃんと寝てた日もあの最悪な地方に行く最悪な地方ですよ。最悪な地方って言い方間違った。間違えた。出る金も出なくなるぞ、本当に。地方に行く日がバラバラだったのに、雨でくっついちゃって。そうだ、そうそうそう。それで寝れなかった。うん。え、あれでしょ、うん、その日撮影してて、夜出発してたよね。そうそうそう。あの日だよね。そう。まず、普通に地方行って、でそっから帰ってきて、それもきつかった。で、2時間後に出発。え、あれでしょ？その、朝焼けで撮影みたいな時でしょ？うん。それ、朝焼け待つのも寒かったし。やばかったね。で逆に、はい、そんなに大変だったことばっか聞いてると、うん、なんかこの映画なんかおもろくないのか。おもろいわ、おもろいわ。おもろいわ、おもろいが。おもろくねえんか。おもろいわ。みんなの表情死んでんかみたいになっちゃうから、逆になんかちょっと、あの、エンジョイなこと。はい、楽しかった。楽しかったこと。逆に、先にどうぞ。ハッピーなことをちょっと教えてください。楽しかったこと、あの高円寺で撮影したんですよ、うん、あの尾形さんがもう今はちょっとやらなくなっちゃったんだけど、うん、高円寺の京だるっていう今だって今京だるがなくなっちゃったもんね。そう、京だるがなくなっちゃって京だるっていうお寿司屋さんですよ、うんうん、の前で路上ライブを夜やってて、はい、どうしてもやっぱそこで撮りたくて、うん、結構強行突破的な感じで、うん、それも高架下だから音がうるさい、はいはい、だけど私駅前だし、うん、まあでもそこで撮りたいなと思って撮った時に、うん、すごい集中してていろいろ行っててパッてふと後ろを振り返ったら50人ぐらいの野獣前がいたよね。いや、もっといたんじゃない？もっといたんじゃない？みたいになって、うんうんうん、でなんかこの希望感の自分の映画に野獣馬がいるっていう事実が面白かった自分的には。おもろみたいな。めっちゃ野獣馬見てない、タマのやつやってる俺からしても面白かった、うん、面白かった、うん、で俺あの赤いピカピカの棒持ってたし、ね、ああちょっとすいません警備員がもう警備員の棒ね、はいはいはい、ある役者と、うん、こうぶつかるシーンがあるんですけど、はい、名前出せないんですよその人。ああ、そうなの、うんうん、まだ公開してる。めちゃくちゃ力あるじゃねえかと思ってワクワクした。あ、そういうことだよね。いい、ね、いい。僕意外とものすごく力あるんですよ。はいはいはい。で、絶対押し倒してやると思ってたんですよ。うん、潰されたんですよ。めっちゃ力あるって言ったら、その人も、めっちゃ力あるねって言われて。ちくしゃーって言って、ね。見た目的に絶対ウサさんの方が強そう。そうそうそう。めっちゃ力ある。持ち上がったよね、ウサさん。うん。くそ。いや、持ち上がってないよ。あ、でもあの押しつぶさんだ。本番中じゃなくてさ、一回リハでさ、ちょっと組みますかみたいな言った時さ、持ち上げられてたよね。持ち上げられてない。え、自分よりも身長低い人？高い高い。あ、高い人？高い、まあちょっと高いって感じで。あ、うん、まあ、でもじゃあその人も結構高い。でもキャシャなの。自分に見えるけどね。絶対俺の方が体感あるぜと思ってたのに。そうそうそう。持ち上げてはない。まあいい、そこはいい。そういうシーンも探してほしいね。うん、はい、うん、あ、いい話ですね、うん。なんかじゃあそう、まあ今の話もそうなんですけど、まあなんかここが一番今でも覚えてるなとか、はあ、ここ印象残ってんなみたいなところってありますか？まあシーンとかでもいいですよ。うんうんうん、もちろんオフの時のあれでもいいし。まあラスト。
はもう本当に本当にもうなんていうんですかね、もう一番鮮明ですかね。苦戦したからこそだし、なんか結局、うん、あ、いいもの取ったな、これがあればいけるみたいな、うん、取ったぞって感覚がすごいあったから、うん、まあ、そこかな。なんかきそうだね。ちょっと話したいんだけど、うん、そのラストシーン撮ってる時に、うん、まあ、うまくいかなくて何回も何回もやり直してて、時間ももうないみたいな、で次の出番の人1時間ぐらい待たせてるみたいになって、それで何回ぐらい撮り直すの？何回やったかな、でも両手には収まるかな、うん、くらいでやってた時に、じゃあ一回海老沢さん気分転換で、そのスタート位置がちょっと離れてて、じゃスタート位置まで一周、うん、あの小回りして違う道取ってスタート位置まで戻ってくださいって言って、ははみたいな感じでいなくなったのね。でそれで私スタート位置まで行って待ってても、全く帰ってこなくなって、え、逃げた、帰った、なんやばい、海老沢さん詰めすぎたかもしれないみたいになって、であの時は俺絶対に俺心折れないってみんなに言われてて、折れたんじゃないかと思った。いや、え消えたみたいな、どこに行っちゃう、なんかに逃げた、消えた、えみたいになって、私もめっちゃパニック、自分が行ったからさ、そっち回ってきたらって言っていなくなったから、やばいってなってめっちゃ探して、で走って探してたらすごい遠くの方になんか本当に5歳児の子供みたいな顔した迷子の、それでも一回悩んだな、迷子の5歳児みたいな、ちょこんみたいな感じで、なんか本当にね、なんでってなるよね、抜け殻みたいな、うん、海老沢さんがぼーっとこっち見てて、一周したら抜けちゃったの、海老沢さんみたいな、でもなんかちょこんみたいなどうしたって、うん、でとりあえず連れ戻して、うん、まあでもそれかな、うん、それがうの、あの海老沢さんが消えたみたいな、それでやっぱなんであんなさ外れたとこまで行っちゃったの、うん、だから分かんないんだよ、もう。だから、その後に、タコ食べちゃってんだよ。もう分かんなくなっちゃった。ああ、自分じゃなくなる。自分かどうか分かんなくなったって。そうそうそう、そう。やっぱ分かんなくなっちゃってる人を一人にさせちゃダメだ。そうだ。どっか行っちゃうから。そう。じゃあ、最後ですね、これ。はい。なんか思い出、思い入れが逆にここが一番気に入ってんな、みたいなシーン。気に入ってるシーン。エダジョーが劇中、うん、役者の役なんですけど、はい、劇中で、撮影をするんですよね、はい、ある役でそのシーンはちょっと僕好きなんで、ぜひ面白いんで、そうですね、見てほしいですね、うん、注目して。私もあそこは編集で何回も見て一人で笑った、うん、あそこ、そうですね、うん、そうだね。でも私はやっぱあらすじにもあるんですけど、うん、エダジョーが惑星に行くみたいな、うん、あの惑星としてるシーンは海老沢さんがもうめっちゃ自由にやったところだから、あんまセリフとかもな台本に書いてなくて、海老沢さんにどうぞって感じで、あ、惑星のシーン、うん、はいはいはい、なるほどね、うん、本当に自由にやってましたもんね。でも結構もう出演してくれた人みんな好きだから、うん、どこ見てもあーなんかこの人あやっぱいいわみたいな、あーね、うん、いいわみたいな、うんうん、どこ見ても、まあ、キャストに対する思い出もある、うん、あ、このみんな好きだから、あ、いいわ、うん、いいわみたいな、ね、気持ちいい、ね、うん、なるほどね、そんな感じですかね、うん、はい、はい、ということでですね、うん、一旦ここで CM を入れたいと思います、はい、お願いします。30歳が迫っている売れない役者エダ・ジョー、ジョーは情に熱い、体も丈夫、月曜日に入る土産のプール、後輩と飲む酒、家に帰れば彼女が待っている。ジョーのいる毎日は少し長い青春のようだ。ある時可愛がっていた後輩が自分よりいい役で映画の出演が決まり、その日から弱さと向き合うこと、現実を許すこと、生きること、全部が怖かった。そしてジョーは逃げた。たどり着いた先は惑星だった。詳細はインスタグラム、ツイッター公式ウェブサイトで随時更新中、お見逃しなく。映画冗談じゃなくて皆さんお楽しみに。以上、ジ
冗談じゃないよ枝条役で出演します。海老沢奈々でした。はい、CM を開けたんですけども、今回ですね、お知らせ。お知らせがありまして、はい、これのために撮ってる、ね。これのために撮ってるんですね。はい、では、はい。重大な発表をいたします。はい。バーン !9 月2日。はい。上映会、お知らせがあります。まあ、上映会といたしましても、はい、こちらはクラウドファンディング、ご支援いただいた皆様への、上映会のコースを支援、していただいた、コースを選んでいただいた方への、はい上映会になりまして、うん9月2日にですね、うん行います。はい、場所が渋谷のユーロライブという場所で、うえ9月2日に行われました。タイムテーブルのですけども、夜の18時。会場です。で、18時半に、草加海老沢がこちら挨拶させていただきますね。どうもこちら。はい、今ちょっていう感じでね。あ、そうなんや。この度は。この度ありがとうございます。みたいな。はい、軽い挨拶させていただきます。で、18時40分。はい、世界初ワールドプレミア。冗談、映画冗談じゃないよ。はい、上映開始が18時40分です。はい、そこが皆さんに向けての初公開。はい。96分の映画になりますね。はい。なので、8時15分に上映終了ですね。はい。いい時間だなぁ。で、8時半、うん、15分開けて、8時半に、この映画の、エンディング、はい。あと主題歌か。主題歌と劇伴をしていただきました。郡内尾形さんの生ライブ。イェーイ。しかも、新曲。うわ、しかも、この映画のために書き下ろし。うわぁ、嬉しいなぁ。ぜひ、劇場で生の尾形さんの歌声を聴いてみてください。楽しみ。聴きてぇ。最高だね。しかもさ、曲めっちゃいいよな。曲めっちゃいい。めっちゃいいよな。もらってから何回も聴いた。そうだよな。で、8時50分に、草加海老沢、ま、プラスでキャスト数名、まあ、そう誰が来れるかっていうのはまだちょっとわからない、ま、ところあるんですけど、俺行くよ。キャスト数名とトークをさせていただきます、はい、で9時20分に記念撮影、これはもう皆さん撮ってるの、ああいや撮ってどうぞ、あなあ、こうこうなんかちょっとこう決めてこっち向きます、はい、こっち向きますみたいな、はい、で20いいなぁ、映りてぇ。それで9時半に終了です。はい。はい。いい時間ですね。結構映画だけじゃなくて、うん、トークとライブもある。ライブ、映画とライブとトークと、うん、これはなんかもう本当に、皆さん、ご支援いただいた皆さん、本当にありがとうございますということで、こう、楽しんでいただけるように、めちゃくちゃ、もう、いろんなイベントが、この日に詰まってます。楽しみですね。はい。うん、となっておりますので、はいはいはい、9月までみんな元気で。元気でね。お過ごしください。開けといてよっていう。そう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 。うん、あと、クラウドファンディング、ご支援いただいた方、返礼品の準備は、着々と進めさせていただいておりますので、はい、なので、今しばらくお待ちくださいということですね。と、はいはい、いうことでね、はい、当日楽しみにしていただければと思います。はい。そうですね、はい。はい。でも、今日本当だったら、その新曲を、本当ならね、このラジオをこうやってる俺からすると、ね、本当なら本邦初公開したいわけなんですけど、うん、ちょっと流すなってさ、うんうんうん、やっぱ初公開は試写でしろって言うから、そりゃそう、楽しみに。今日は、尾形さんのお二人が一番好きな曲選んでもらおうかなと思って。はい。あ、私か。あ、じゃあ、玉田でしょ。はい。あ、まあ、一番好きっていうわけじゃないんですけど、なんていうの、クラファンの、映像を出した時に使わせていただいた将棋レッスっていう曲を久しぶりにちょっと聴きたいなっていうので、
ここでも、あ、はい、あ、ごめんごめん。ごめんね。ここでも生演奏してくれたんですよ、うん、そうです。そうです。本当にあの曲を聴くと熱い気持ちになれる。そうね。今、撮影が終わった今また。はい。聴きましょう。あ、はい、ね。どうぞ。はい。では、郡内尾形さんで、正気です。してくれましたよ。今日も届かないあの子に今日も何度も電話をかけている。君は運命を信じるかい、愛はあるのかい、このまま死ぬまで一緒にいよう。でしか友達を作れないような毎日だ。仕事だプライベートだと遊び疲れて誰にも言えないような毎日だ。私は病気ですと笑顔で叫んで、酒に溺れてしまう毎日だ。一緒にいようよと電話をかけて、スキップしながら歩く毎日だ。正気です。暮らし家賃7万の部屋で一人、今夜は優しくなりたいもんです。明日も優しく生きていきたいもんです。生まれてこの方笑ったことでしか友達を作れないような毎日だ。仕事だプライベートだと遊び疲れて誰にも言えないよ。正気です。でした。まあ、ぜひ9月2日ね、来ていただき、まあ、今回ね、そのためにこのラジオを撮っているわけです、ね、そうですね。皆さんにこれ聞いていただいて、当日のスケジュールをまあざっと把握していただいて、うん、意外と長いんで、長いんだなって思いながら、ね、そうそうそう、映画1本見る気で来ちゃうと、えっ、えっってなっちゃうから、そうそうですね、もう今夜はもう冗談じゃないよ、楽しむぞという気持ちで来ていただけたらちょうどいいかな、うん、そうです、ね、充実させた1日にしましょう、はい、ね、ちょっとお腹空いちゃうかもしれないので、最初に食べるか、最初にご飯お腹空かせとくか、ちょっとトイレも行きたくなっちゃうかな、この時間でも、あのちょっとずつは休憩ある、うん、なるほどね。はい、ということで、はい、今回はじゃあ終わりましょうか。もしかしたらもう一本、まあね、今日を割とその映画撮ってる時にどうでしたかって話してたんで、うん、まあその撮り終わってからこう完成するまでの話もちょっと聞き、うん、その試写前にラジオ撮りたいなって思ったりもしてるんで、もしそれが上がれば、はい、もう一本上がるかもしれない、はい、ですということで、そちらも合わせて聞いていただければと思います。よろしくお願いします。まあ、ぜひ SNS とか SNS はね、インスタかな、うん、まだ全然フォローしたりしてないよっていう方はね、ぜひこのまたちょっと盛り上げていこうと思いますので、はい、そちらもぜひよろしくお願いします。はい、今回はじゃあ終わりますか。はい、終わりの掛け声は誰がしますか。僕がいいですか。いやです。
じゃあお願いします。嘘です。またここからSNS とかラジオとか再始動していくので皆さんチェックよろしくお願いします。俺言ったよなそれな。ここからもう一度俺20秒前に言ったよね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回、結局俺言ってますよ。お会いしましょう。バイバーイ。